どうもバレエ芸人の里由里です。今日はですね、ナラドリーマーズさんの練習場に来ております。いやね、ナラドリーマーズさんは奈良で唯一の V リーグチームということでですね、今回は里由里ズジャパンまた強化してもらおうと思います。そして一緒に強化してもらう選手はこちらです。里由里の同期コンビ、コンビ名お兄ちゃん、こんちゃんです。お兄ちゃんはお願いします。お願いします。ふがみがね、はい、バレー部なんよね。まあ8年前、バリバリ全体的にできるとかじゃなくて、バリバリ全体的にできると思って呼んでた。どう見えてたいやでもスポーツウェアが一つもなかったのよ。いつも体操服しかなかったのよ3年間やってるって言ってもやっぱやってるから。まあやってない。で、こうちゃんは僕はもうゼロ。完全にゼロ、けどまあ大学のそう体育の実習みたいな、で、まあ、バレーして、そうやな、ほんま最後の授業で顔面レシーブして2単位手に入れて、そう、体張って2単位手に入れた結果はあります。あ、でもお兄ちゃんのさ、2人がもう、劇場メンバーでね、あの漫才、コントすごい頑張ってるし、その頑張る力みたいなのが、ものすごく持ってると思う。根性が、はい、で、サトユリーズジャパンを強くしていかなきゃいけないので、はい、何サトユリーズジャパン、サトユリーズジャパン、そうそうやったじゃあ頑張る、頑張る、ジャパンね、はい、頑張ります。じゃあ、今日頑張っていきましょう。お願いします。では、行きましょう。はい、はい、はい、威圧感が。ちょっと。はい。あの、仲良くなれます。仲良くなれたらなんて思います。できる。できる。どうやろう。いや、まあまあ、はい。そしてちょっと監督さんにもね、やっぱ監督やから、はい、しっかり私たちの成長を見届けてもらって、はい、最後また好評とかいただいてもいいですか。はい、それぐらい成長したから。はい。じゃあこのメンバーで今日は頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、オープンです。
やばいです。
できちゃう。ちょっとお願いします。言いに行くわ。俺言っていいですか。強気に言ってください。俺強気に言ってください。決まって、ちょっと待ってや。ちょっと、その強いわ。強いわ。一人減らしてや。マジで。あ、いいんすか。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、やった。ありがとう。でも、ありがとう。あっち行くまでもないよ。ちょっと待ってくれ。ちょっとナナドリーマーズさん、そのな、2人多いわ。この悪い、何になるかご存知なの。いや知ってるわ。知ってるわ。あのなんか1人とかになってもええじゃん。この誰責任者、誰責任者、誰下がるな、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 一人減らしてください。わかりました。おぉ、え、わかりました。一人で、一人で、3回は変わっていいですか。3回は変わっていいですか。それ
僕あんま分かんなくて。一人になって3回は触っていい。お願いします。すいません。これでいきましょう。何人欲しいかね。何人欲しいか。これはもう上からいける。確かに。上から。ちゃんと上に上から。なあ、なあなあなあ。買っちゃうけど。買っちゃうけど。どうに。中西さんなんかまあもうだ買っちゃいそうね。サンドウィッチマン。だからまあ一人増やしたってもいいし。2人増やしたってもええかなって感じ。あの1人か2人増やしてほしい。最後はちょっとこのままやとね、なんかこっちも罰悪いんで、まあ、まあ本当にあの増やまあその1人増やしてください。お願いしてるやん。まあそこまで言うなら分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ただHey!
めっちゃ笑顔だよ。ごめんなさい。はい、ということで、ララドリーマーズさんの勝利。でも、結構レシーブもスパイクも決めてたよね。まあ、ちょっと1本決めさせてもらいました。そうですか、ちょっと同じチームが入ってて。白はありますね。おまあ、厳しい瞬間。めちゃくちゃ厳しいんですよ。瞬間。逆にこんなけど後しか。大成長してましたよ。うわあ。嬉しい。嬉しい。キャプテンだから何か。あ、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんさん、キャプテンだよ。今期の目標とかお伺いしてた。はい。やっぱ僕らは毎日。頑張ってください。試合がいつから始まるのか、ちょっとお伺いしていいですか。可愛いマネージャーさんがねいらっしゃるんですけど。あ、ニューヨークにララドリーマーズとしては11月19日ホッキングから各ホームタウンのそれこそ前振りで千葉ドルバさんと初戦があります。はい、ぜひ応援よろしくお願いします。最後に監督さんにちょっと、サブリーグジャパンの好評をいただきたいです。はい、どうでしたか。そうですね、練習の時からやっぱり大事に取ってたなっていうのがやっぱり逃げてるのかとゴールに向かって最後はもうすごい当ててますね。すごいなと思って。あったね。リーグはね、始まるということでならドリーマーズさんとても応援してますので、皆さんもよかったら試合見に来てください。ということで今日はならドリーマーズの皆さんに、お相手してもらいました。